奥さんにね、いや、ってとこあったじゃないですか。ないです。そこ、みなおということで、大人気企画ね。第何弾かわかんないけど、順序の問題もあるし、うん、第 N 弾ということでね、ちょっと理系出ちゃいましたけども、何もう追いかけしてんの、オープニング中に。ごめん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 。あ、そういうことね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わかりやすくね、はい、みんなって書いてくれたのね。みなおってことね。え、なんかモナオみたいになってない？なってるな。なってないよ。うわ、モナオみたいになってない？アイスみたいになってない？なってないよ。じゃあやろうよということで、これ〇〇を企画ね。これもう大人気企画だよね。これもう大人、なんか YouTube ひっくり返せんじゃないかってくらい人気やんな最近マジでそう。 YouTube 界急上昇、もう全部乗ってるか今のところ。乗ってる可能性はある。急上昇、急降下に全部乗ってるわ。うん、うん、ということで、この企画はですね、まあ、あの東海オンエアさんのね、はい、〇〇を、まあ、徹夜を、としみつをみたいな企画をお借りして、まあ、その、なんか、徹夜だったら、徹夜をだったら、徹夜に、ちょっとこれ毎回思うんだけど、継承略してます。うん。徹夜に、なんか質問とかをね、何個か投げかけて、その質問の回答を、この残りのメンバーがこう当てるみたいな。つまり、どれだけ徹夜のことを知ってるかっていうね、うん、クイズ大会みたいな。はい、感じなんですけども、まあ、実際にね、もちろんニナちゃんを呼ぶことはできません、僕らの実力じゃ。はい、ね、だから、まあ、このね、編集兼マネージャーの松に、そのなんかいろいろ調べてもらって、クイズ形式でやっていくというゲームです。で、かなりの難易度なんで、はい、これ皆さんね、心してかかってください。ということで、今週も盛り上がっていきましょう大盛り上がりやわ。大盛り上がりやわ。本当に。もっともっと光るよ。で、これ、うん、思うんやけど、うん、ちょいちょいコメントに、うん、全然ダメやんとか、うん、こんなんもわからんのかみたいな、うんうん、コメントが来るわけですよ、うん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 、でね、うん、確かに僕らがこう企画してるから僕らに言うのはわかると、うん、でもそのコメントを見て、うん、例えば僕らでもわかんなかった人だったり、それこそ1問も解けなかった人も多分いると思うんですよ、うん、そういう方々が悲しんじゃうんじゃないかなって思って、はい、でも好きだから詳しいとか、うん、詳しいから好きとか、それこそね、グッズとかもね、好きだから買うとかじゃないと思うんです、うん、好きの形は人それぞれでありまして、うん、なのでですね、そのこの問題今からね、もし一問も解けなくてもあなたの NiziU のことが好きという気持ちは一切誰にも否定されません。そうやな。第1問いきましょう。はい、第1問いきまーす。しょ、このチャンネルアレルギーだわ、もう好感度アップと。うん、はい、今回は5問ありますと。全身出てきたの、全身に何？ 5 問あります。はい、いつもね。で、ボーダーは2点でいいですか？何作るので。全部、全部見せるよ。第1問いきます。まずこちらの映像をご覧ください。あ、もう分かったよ、もう分かったよ。うん、かわいいね。ピッツのやつやね。もう分かったよ。何が聞かー、何？何が問題？え？何が問題？これこの後、え？ニナちゃん、いや最初の問題だから、ニナちゃんの言うなーたてーたてーたての完答できるわ。完答っていうか、まあ答えてください。これはですね、もう簡単ですね。これ特にトゥトゥトゥン、トゥ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 のトゥ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 途中の一番真ん中のものがあると思うんですけど、そこがちょっと独特な表現だったというあれをしましたね、僕そのリアクション動画でしましたね。これ皆さんね、今解いてもらってると思うんですけど、これ一言一句なのでね、うん、そうです。で、どんぐらい減点かっていうのはもう本当にマッツのさじ加減なんですけど、はい、いいですか？はい、どうぞ。じゃあちょっと土町からイヤホンが絡まっちゃう。アホやん。イヤホン余計に絡まる。これが正解だったらちょっと言いたいことあるわ。え、これもしかしてもうやだって言ってなきゃダメだった？いや、イヤホン余計に絡まるでいいよ。うわぁ、じゃあ言っていい？どうぞ。反論、反論。てー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 って言ってました。てー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 て
テテテン、テテテン、テテテテテじゃん、これ。え、でもなんかわかるじゃん。テン、テンテン、テンテテテテって言ってました。言ったけど、でもわかるじゃん。だから俺は、これかなって思ってたんだけど、うん、まあ記憶が定かではないやん、まあまあ、合わなかったってことね。だからこれだと「いやよーけ絡まる」になっちゃうってことね。そう、あだから「イヤホンが絡まっちゃう」っていうこじつけたわけよ俺は。なるほど、こうやってそれはもう謝罪して0点でいいから。そう、本当にすいませんでした。韓国の謝りからすまん。伝わるか。あの、まあ、ポテ1点です。シェイ、あれ出題者ちゃんとしてねえやん。好感度下がるぞ。高校の文化祭かと思ってるよこいつ。高校の文化祭ガチだよお前。逆に出題者が悪いわ全部。好感度下がってます今。第4問いきます。どうぞ。キャンキャンからです。グループでは何担当と聞かれて、はい、何と答えたでしょう。なるほどね、まあ、基本的に、え、これってこれも一言一句だよね。でもあ、なんかこれは雰囲気合ってればいい。そう、あ、じゃあこれやん。え、今回難易度低めじゃない。いやいやいや、そんなことはないと思うな。最初のはちょっと分かりやすかったかもしれないけど、これ多分これよ。はい、せーのでいこう。せーので、せーの、甘えん坊。甘えん坊、俺、あ、甘えん坊。はい、正解は、はい、赤ちゃん担当だと思いますでした。悪もんだな、悪もんだなこれだけ。でも結局そう、赤ちゃんって甘えん坊みたいなもんじゃない実質な意味合い的には。な、まあ、まあまあでもまあまあ、まあ、これは厳しくいこうよ、これは厳しくいこう。いきます、これは。うん、うわ、これ分かった人いるんじゃないみんな。どっちかやったもんな。どっちかやったマジで。その赤ちゃんっていうその物体なのか甘えん坊っていうその概念なのか。概念なのか。そう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 、概念か物体かがちょっとね分かんなかったですね。次いきましょう。第3問いきます。はい、ラブミュージックに出演した時の回です。うわ、むず。二次プロジェクトで印象的な曲とその理由をメンバー一人一人なんか答えたんですけど、うわ、こんなん答えれんとやばいやん、大戸だかりするやん。みなちゃんは何だったでしょう。理由と二次プロジェクトの二次プロジェクトで印象的な曲とその理由。うわ、ラブミュージックはテレ東もでしたぞ。テレ東もでした。あの、森高千里さんのやつ。あ、そう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 、それラブミュージック。そう、いやいや、覚えてんのよそのシーン。そのシーンというかその流れというかは、はい、覚えてるんやけど理由もだっけ。まあ理由も、まあでもきつ。曲名8割でしょ言うて。配点は、配点、配点教えて。 0.5、0.5、 0.7、0.3 ぐらい。どっちが 0.7。 あー、ごめん、 0.5、0.5 でいいや。おー、適当やん。どっちも、どっちも3人とも叩かれてる今。適当やんだし、めっちゃ怒りやんだし、どっちも間違い、めっちゃかっこいいやんって。叩かれるもん、きつ。え、こうやってもし曲名が外れても理由だけ合ってれば理由の音がもらえるってこと。それはおかしいなって思ったわ今言われて。あとセンター試験みたいな感じは無理ってこと。加点方式やな、だから。うわうわうわ、むずい。あ、一緒だった今。はぁ、もう出ない。これにこれが限界でした。僕の出る限界でした。うわ、なんだっけ。はい、できました。どっちから行く、答えますか、これ。おっし、どっちから行く。じゃあ、はい、お前からで。自分からみたいになったけどな。じゃあ、自信ないんですけど、はい、って感じです。うん、ダンスはナイトアウェイ、まずね、うん、曲名、うん、で、理由が、まあ、初めての韓国が、あの合宿でのチームバトルであったことと、うん、パクさんにね、あの、いや、ってとこあったじゃないですか。ないです。そこを、あの、褒められたところ。ないです。褒められたからかな。なるほど。そうそうそう、ちょっち。これ自信ないんですけど、はい、これむずいよな、この問題。僕が一番好きだったニーナちゃんの、はい、ああ、そうだね、そうだね。ブンブンブン、はいはい。で、理由は自信を持ってパフォーマンスができた。おー、なるほど。なるほどね。なるほど、なるほど。いや、あの、ブーンのとこ、はいはい、あるじゃないですか、ニアちゃんの。はいはいはい。あそこが完璧だったなと思ってて、僕。なるほどね。はい。正解は、はい、アイシーでした。うわ、ちょうど、ちょうど隙間縫ってきた。で、理由が、ダンスが上手いメンバー、まあ、リマ。うわ、そうだ、そうだわ。一緒にやることでダンスのレベルが上がったからでした。うわ、うわ、イニエスタおるやんお前。
そうだわ、助け合ってたわ、あの時。えぐー、そうやん、助け合ってたわ、めっちゃ。うわ、絶対そうやわ。まあでも、あれだからね、結局全部印象残ってるし、みんな多分本人もね、全部印象残ってんのよ。そうだよ。だけど、その、まあ、その、みんなとの兼ね合いでこれ全部行った方がいいとかって多分全部分けてます、あれ。本心はブンブンブンだからね。本心はダンスナイトアウェイやから。あれ、番組制作のあれ、あれ上の構成だから、あれ構成上、あれだけど、うん、本当はこっちでしょ。そうです。だから何点これ。0点です。はい。うわ、お前番組側やろ、お前、絶対。お前、犬か。今日好感度下がるな、俺ら。ブーン、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 ブーン。第4問いきます。はい、ください。次の問題はミニからですね。雑誌、あ、でも雑誌じゃなくて、え、NiziU がミニにやってきたっていう動画があったんですよ。はい、ミニの公式チャンネル、はい、はいはいはい、はい、そっから問題です。はい、うわ、あのだから NiziU 公式チャンネルじゃなくて、あっち側のチャンネルに出たやつも出しちゃうよってことね。そうです。自分の中で一番可愛いと思う顔でカメラアピールをお願いします。うわ、これ先生、うわ、これなんだっけな。いや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 、じゃあ、じゃあどうぞ。あ、じゃあ、じゃあ、どうぞ。どういう、助ける。一番可愛い子は何、私。だから今回の問題は、うん、顔をやってもらいます。可愛い顔、可愛かった方が勝ち。いや、ミナに近かった方が勝ち。あ、うわ、お前謀反起こしに来てるやん。これ俺さ、キチミツヒで俺、何、ジョイフルのファン MV 作ったんですよ、うん、その2個目のサビでこのミニの、うん、確かに、そう、全愛嬌使ったんよ。だから覚えてて叱るべきものなんよね。うんうんうん。じゃあこれちょっとさ、こんなん先にやったらバレちゃうし、後にやっても見えちゃうから、目つぶっとこよかった方が。オッケー、そうだね。じゃあ、お前かける。もういけるよ。俺からやるってことはさ、こうやってやっとこわ。絶対な。うん。うん。声が聞こえる。コビーか、お前。見聞色。ちょ、クッション置いていい？せっかくここにあるなら絶対に置いた方がいいやん。俺からやるよ、もう。うん、絶対伏せといて。これ、これね、ちょっとね、あのモザイクかけてほしいんだけど、うん、俺のあれがキモすぎるから、多分、うんうんうん、こうだった気がするんだよね、うん、っていう風に、まあ、うん、っていう感じ。なるほど、なるほど。終わった？うん、終わった。なるほどね。うん、さっと行こう、さっと行こう。うわー、はい、じゃあやろう。え、はい、マジでやって、マジで。なんか俺がやると全然愛嬌っぽくないんだけど、はい、あのこんな感じのんみたいな。なるほどね。目つぶってこう。ああ、なるほどね。ワンワンみたいな、ワンワンワンみたいな、かもしれないし。そう、オッケーオッケー。答えは、じゃあ正解の、VTR いきます。ほら、勝ちやん、俺の。いや、ポテモンの直接さ。いや、俺の方が上だろ。あ、もうそう、手をね。違う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 。あ、まあ、関係ないか。いや、その他の人と比べて、ニナだけめっちゃ前に行ったのよ、うん、で、めっちゃこのカメラ際でこうやってやってたんだよ。まあ、同じ顔はやった、まあ、表情だからな。同じ顔はやった、表情だからな、うん、この前で。まあ、でも加点ポイントでもあるよなっていう、その、難しいな。表情やからな。知ってたし、俺、それなんだ。ただ実はあれ、こうやってたな。ポッとやってたの。俺顔だけよ。俺さっき、こうやってやったよ。いや、もう結構これは、うん、こんなんでね。まあでも手がないから、そっち0点。でもお前この、あっちに行くってなってないから。知ってたから俺、表情だし。うわ、俺も手は知ってたよ、でも全然なかったから。 0.7、0.8。 うわ、ビビってるやん、お前。ほんま、手で 0.1 かよ。厳しい。おいおいおい、エディも俺じゃあ何点今。1.7 と何点、何問目これ。これ4問目。 0.8 これ。 0.8 無理やん、もう。じゃあ土町が、まあ点数足んないので、完投したら2点で、まあ、2ももらえんの、まあ、2人どっちも、別にどっちが完投しても2ももらえんの。はい。本当に、本当にいいの。はい。信じれないんだけど俺、まだそれは。本当に、はい、本当だな。2もいいの、それ。
じゃあ最初問題いきます。俺そんないらんけど別に。じゃあ最初問題はヘイヘイネオからです。最近よ。最近。え、そんなん簡単やん。ダウンタウンさんに日本語上手だねみたいな、どうやって日本語喋れるようになったのって聞かれました。ニナちゃんは、そのニナちゃんの回答によって周りが爆笑しました。そのなんて言ったでしょう。これって俺じゃないんかな。いやこれマジ喋りすぎる。ちょっとマジでね、この土持ちにヒント大ヒント与えちゃうから、ちょっと喋りたくないんだけど今一言も、何人たりとも。まあまあまあ、でも動画やからな。でもあれじゃない。え、あのあれ、あー来てて、あーなったからこうなったんじゃないんかな。ちょっとね、これ賭けというかちょっと、ね、曖昧だから、ちょっとこれに行くわ俺は。じゃあ土持ちから行こう。はい。起きたら喋れるようになってました。いや、OK。多分それ違うじゃん。いや、ワンチャン。で、俺ちょっとかけていいって。ワンチャン。うん。なんかさ、りくちゃんかがなんか大阪だからなんか面白く喋りたいみたいに言った時に、うん、そんな線でいいよみたいななんか流れだったと思うよ。うんうん、で、なんかそのバーンってやる流れになって、なんかまっちゃんがその行った行ったみたいな、めっちゃおもろかったと思うよ。うん、でその流れでなんか、ニナちゃんにもバーンってやって、まず、うん、で、ニナちゃんはなんか、はいはいはい、みたいな、はい、で、それをそのノリで、んって答えみたいな感じで、ってこと、もう一回来た時にもこと、うんって返したような気がする。なるほど。ただそれがこの質問かどうかがちょっと微妙い。お願いします。違います。くっ、二人とも答えを言うだろ、普通。答えは我々です。うわーなのに、こ違いますってもうって言われてから答え聞くんでしょ、今から。うわ、入んないわ。流れがあって、うん、まあ、どうやって喋るようになったの、普通に質問したの。これなんで関西弁になってるのか、なってない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 、なったのって。お前はなる必要ないんだから。で、何だったのって聞いて、うん、ちょっとよくわからないって答えてました。うじゃ、別に、まあ、そんな、なんかちょっともらえるくない、これ。ちょっとよくわかんないんで、なんか浅山の流れの途中したら、うん、いやもう終わったんだけど、これで松本さんが、うん、サンドイッチマンかお前って。あー言ってたな。なるほどね。え、でもこれさ、いやまあまあちょっと全然違うでしょ、全然なんかわかんないけど、セリフ答える問題で全く違うじゃん。何点じゃ。0点です。うーわ、ニナオデズやん。初の初のニナオデズやん。何点だ。 1.7 と、うん、くさー 0.8 やもん。でもまあポテの勝ちだけど、ニナオではないよ。第1回になおデズってことね。はい、むずい問題が。いやむずいね、マジで。え、重箱の隅つついてるやん。え、そんな表現使うなよ。はい、終了です。あー悔しいわ、これは。ちょっとね、皆さんこれちょっと叩かないでほしいです、ぜひ精進しよう、これは。うん、だから第2回これになお、これ絶対開催されるので、ってことは皆さんね、ぜひお待ちあれということで、次回の〇〇を、もしくは次回の僕らの動画でお会いしましょうということでね、チャンネル登録してほしいね。お願いします。サブチャンネルの方もね、サナビ TT っていうやつやってるんですけどもね、ぜひね、そっちの方も登録もお願いしますということで。お願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。